ゆうてん TV をご覧の皆さん、どうも。そもそもがあたおかすぎて常に酔ってるか、それとも薬をやってるか疑われるゆうてん TV でございます。そもそもね、自分をね、全く抑え込んでない人間だよねっていう話だからね、常々ね、テンションがね、もう普通の人間でいう酔っ払った状態ぐらいね、上がっちゃってるよねっていう話だから、なんかね、結構そういう風になんかテンションがめちゃくちゃ高い時に、まあ、友達とかと会話をすると、なんか、え、お前酔ってないとか、お前なんか薬とかやってないよねみたいな感じでね、もう心配されちゃうよねっていう話なんだけどね。まあ今回ね、この U2NTV を通してね、まあてめえたちにね、伝えたいのが、まさかのね、酒でね、やらかして、ジャニーズ事務所をね、退所になった、山口達也がね、またしても、アルコールで、もうやらかしちゃったよねっていう話だよね。っていうのをね、まあ昨日ね、ちょうどニュースでその報道されたんだけど、バイクにね、乗って、東京のね、街並みを爆走してたと。ただね、それで、車にね、追突して、警察の調べによるとね、まさかの、基準値をね、はるかに超えるアルコールがね、もう検出されちゃったよねっていう話だよね。でね、まあ、山口達也のね、その逮捕された映像っていうのが、まあそのいろんなね、ニュースサイトとかで結構見れたりするんだけど、まさかのね、その逮捕された姿っていうのが、もうね、アイドル時代とは明らかに変わり果てた姿にね、なっちゃってるよねっていう話だよね。っていうか、髪型がね、完全にもう坊主にね、もうなっちゃってるよねっていう話なんだけど、それ見てね、ちょっとU20 的に思ったのが、てめえ頭はそういう風に丸めといてね、その行動とか一切反省ねえじゃねえかっていう話だよね。っていうか、まあ、そもそもね、反省の意を込めて頭を丸めたわけじゃないとは思うんだけど、ただね、芸能人生命をね、奪うきっかけになった、そのアルコールね、普通それでやらかしたら、反省すると思うんだけど、一切ね、そんな様子も見受けられないと。そういうことでね、っていうか、基準値を大幅に超えるね、アルコールの摂取量ということなんだけど、確か、そのニュースとかによると、瓶ビール、もう3本分ぐらいのね、もうアルコールを摂取してたと。まあそういう風に報道されてんだけど、普通そんな量飲みながらね、バイクに乗るとかね、どんだけ頭おかしいんだよっていう話だよね。だし、多分ね、もうこれは、まあ他のね、モノモスケの YouTuber とかも結構みんな言ってんだけど、もうこれはね、本当にもうアルコール依存でしかないよねっていう話だから、マジでね、もうこういう風に逮捕されて、それでまたね、シャバに戻ったら、同じことをまた繰り返すだけだと思うんだよね。だからね、こういうのはマジでもう早々に治療しないとね、もう次は例えば事故を起こして、もう本人が亡くなっちゃうだったりとか、例えばね、その事故した相手を死なせてしまうとか、もうそういう大惨事になりかねないから、マジでそのね、もう世の中のためにも、もうてめえ自身のためにもね、マジでこれは早々にね、治療しろよっていう話だよね。でね、山口達也のね、逮捕された映像とか、まあそのニュースとかを見てね、アルコール依存ね、まあ、すげえ怖いな、みたいに他人事に思ってるてめえたちにね、マジでこの俺からね、もう一言申したいのが、山口達也のアルコール依存っていうのは確かにね、めちゃくちゃ重度のものなんだけど、ただね、その軽度から中程度のアルコール依存はね、てめえたちもね、該当する奴らってめちゃくちゃいるんじゃねっていう話だよね。っていうのも、例えばなんだけど、ほとんどね、アルコール依存してるやつは、実際ね、本当に自分がアルコール依存してるかって、その当の本人はね、当然自覚はないわけだよ。ただね、そのアルコールをね、もうほとんど摂取しないこの U20 からしたらね、例えば、まあ普通に日本で生活してるやつのね、半分ぐらいはもう、てめえたちもね、アルコール依存だからっていう話だよね。例えば、どういう奴らがね、そのアルコール依存なのかっていうと、普段ね、なんか酒を飲むときに飲まなきゃやってらんないだったりとか、あとはね、何かしらね、例えばコンビニとかでね、おつまみだったり食材とかをね、見るときに、この食材すげえなんかビールとかワインに合いそうだなとか思うやついんじゃん。もうそういうね、発想する視点で完全にアルコール依存はもう始まっちゃってんだよね。だからね、そういうね、精神的依存みたいなのも含めてね、
そのアルコールっていうのは極めてね、依存性の高い嗜好品の一つだよねっていう話だから、マジでね、軽度のアルコール依存とかもね、まあかなり持ってるやつって実際本当に多いと思うから、マジでてめえたちはね、そういうアルコール依存ね、もう気をつけろよっていう話だよね。この全てを悟った男 U20 からしたらね、もう俺的に本当に気づいたのが、酒を飲むっていうのは、もうとにかく俺の中ではもう無駄なことでしかないよねっていうことに気づいちゃったんだよね。だから、本当にね、もう2年前ぐらいから、年に2回とか3回ぐらいしか、もう酒を飲む機会っていうのはなくなったんだけど、もともと俺は酒が全然好きじゃないよねっていうのもあるんだけど、酒を飲むこと自体が、もう本当にね、時間と金の無駄遣いにしか思えないんだよね。っていうのもね、例えば日本人は結構ね、もう自分を押し殺しながら生活してるやつがめちゃくちゃ多いから、まあ例えばそういう飲まなきゃやってらんないだったりとか、飲んでこそね、本音でね、まあ語り合えるみたいな、まあそういう考えをしてるやつがすげえ多いと思うんだけど、もともと俺はね、もうそういう風に自分を一切抑えて生きてないよねっていう話だからね。だからそもそもアルコールがもう全く必要ないんだよね。だからね、そういう風にもう最初から自分をね、全解放して、言いたいことをね、ちゃんと言いたい人間に、例えばね、それが、てめえの上司とかね、言いにくいとてめえが思い込んでるような人間でもね、もう堂々と言っちゃうようになれればね、そういうアルコールに頼る必要って一切なくなるからっていう話だよね。だし、常日頃からね、その飲み歩いてて、例えばね、もう2軒目とか3軒目とかね、もうめちゃくちゃ居酒屋をはしごするようなね、そういう奴らもいるわけじゃん。本当にね、そういう奴らに対して俺がね、マジで考えてみてほしいのが、今までね、てめえが使った酒代に関してね、全部飲み始めた酒の味をね、覚えた頃から、今までのね、通算額をね、ざっくりでいいから、マジ計算してみるよっていう話だよね。多分ね、レクサスだったりとか、この前俺が見に行ったそのマセラティとかね、それぐらい買えるぐらいの金額になってんじゃねっていう話だよね。そしてね、その今までそのね、レクサス1台分ぐらいね、費やしてきた酒代で、てめえが得たものって一体何なのか、マジで一回ね、この頭をね、働かして考えてみろよっていう話だよね。多分ね、そんなにね、レクサス1台分とかね、そのマセラティ1台分のね、価値ねえからっていう話だよね。そうだからね、本当に適度に楽しむ程度だったら全然ね、悪くはないとは思うんだけど、ただね、そういう風にもうめちゃくちゃね、居酒屋を何軒もはしごするだったりとか、例えばね、もう記憶をなくしちゃうぐらいまでね、めちゃくちゃ飲み続けるとか、そういうね、明らかに異常な飲み方をしてる奴らはね、もうマジで今すぐにでもね、酒との付き合い方ね、考えた方がいいよねっていう話だよね。まあ、そんな感じでね、まあ、今回はね、またしてもね、酒でやらかしてしまった山口達也とね、まあ、あとはね、知らず知らずのうちにアルコール依存症にね、まあ、なってしまってるてめえたちにね、まあ、警鐘を鳴らす目的でね、まあ、この U20TV 撮ってるよねっていう話なんだけどね。まあ、ただね、この U20 レベルになればね、もう本当に、もう酒がなくてもね、全然ね、生きていけるよねっていう話だからね。だからまあ普段からね、自分のしたいように生きて、そしてまあ言いたいことをね、言いまくると、これを心がければね、てめえがね、表裏を使い分ける必要もまあなくなるよねっていう話だからね。だからね、なるべくそういうね、酒だったりとか、依存性の高いものに頼らずともね、生きていけるてめえたちにね、まあなってほしいよねっていう話だよね。結構ね、その酒は百薬の長みたいに、まあ言うやつもいるんだけど、それってね、昔の薬膳師とかの話だからね。決してビールがね、百薬の長にはなんねえからっていう話だよね。だからね、俺的には本当に、例えばそのタバコとかと一緒で、マジでね、その100回あって一理なしと、もうそういう風に思ってるから、だからね、少量だったら害はほとんどないかもしんないんだけど、ただね、バカみたいに酒を飲むやつだったりとか、常日頃からもう記憶をなくすぐらいね、泥酔しないと、もうなんか自分が生きてる心地がしないみたいなね、なんかそういうわけのわかんない感覚に陥っちゃってるやつはマジで気をつけろよっていう話だよね。まあそんな感じでね、自己啓発的なことに関してもね、またこの U20TV をね、まあ通してやっていこうと思うしね。
例えばね、こういうね、芸能人とか、まあ、あの山口達也の場合、元芸能人か、まあ、そういうやつらがね、クズみたいなことをやって、またやらかした時もね、また全力でね、あのディスっていこうと思いますんでね、またぜひチェックしてもらえたらと思います。実は今回ね、ちょっと右腕をね、ある意味、まあ、負傷しちゃってるみたいな感じだからね、今日はね、お別れの CU もね、もう左手でやらせてもらうよねっていう話なんだけどね、次のね、U20TV からね、またこの利き腕であるね、黄金の右腕もね、また復活するよねっていう話だからね、そこもまた含めててめえたチェックしろよっていう話だよね。まあ、そんな感じでね、次回のね、U20TV にもね、ご期待いただければと思います。それではね、また、NEXT U20TV でお会いしましょう。See you!